東急バス鶴巻営業所建物建て替え前、東急バス鶴巻営業所は、東京都世田谷区鶴巻4丁目29-23に位置し、東京都世田谷区を中心とする、同社路線を担当する、東急バスの営業所である。営業所の略号は T。全線の運行を、東急トランセ鶴巻営業所に委託している。教育センター、中央図書館の目の前に営業所があり、 営業所内の鶴巻営業所停留所には教育センター、中央図書館前の副章が付く。営業所前を発着するのは鶴巻線、深沢線、および学校線、小山線の出入庫系統である。この他に営業所の最寄りとしては、世田谷通りの松が丘交番前があり、徒歩5分ほどある。2008年6月より、事務所旨及び、 整備工場の建て替え工事を行い、2009年に、竣工した。営業所の開設は1959年3月3日で、新生、東京急行電鉄になってから2番目の、増設営業所、世田谷区内3番目の拠点として立ち上げられた。終戦から、かなりの時間が経ち、戦時休止路線がすべて復旧した後の開設であるが、ここでは、現在の所管路線の基礎として、 戦前に営業した玉川電鉄バス、世田谷営業所の系府まで遡って開設する。1925年、東急世田谷線の前身となる、玉川電気鉄道支線、三軒茶屋市も高江戸間が開通した。この路線は、上町まで世田谷通りと並行し、渋谷までの直通電車もあったが、その先は、京王電気機動線を目指して北上するルートとなったため、 上町園の世田谷通りは、公共交通をバスに依存することになってしまった。そこに新規参入したのは、玉川電気鉄道ではなく、地元の名士だった、八木明率いる世田谷乗り合い自動車だった。昭和初期の世田谷乗り合いは、まず三軒茶屋から世田谷通りをひたすら西に向かい、陸軍自動車学校、東京大英樹病院を経由して、調布町に至る路線を立ち上げていた。 これが、後の調布線の基礎となる。一方、多摩電は、路面電車の培養として、1927年にバス事業に参入。1930年渋谷駅と園芸学校を結ぶ路線の運行を始める。この頃、世田谷乗り合いは、調布町から先、神奈川県方面へも事業を拡大するが、多摩電のバス事業参入を見届ける形で、 翌1931年、事業を多摩電に売却して撤退する。多摩電は、世田谷乗り合いから引き継いだ路線と自社で開設した、路線を運営するため、世田谷町桜の農大前、停留除菌傍に、世田谷営業所を設けた。1932年、沿線の木ぬ村に PCL 映画製作所が、開設される。多摩電では、同社に出入りする。 映画関係者の需要を担うために、調布線の途中折り返し便を設ける。後の成城線の基礎となる、東方線の誕生であった。1938年、玉川電気鉄道は、東京横浜電鉄と合併する。これにより、玉電が持っていた世田谷営業所と、淡島営業所の二つのバス営業所も、東横電鉄の手に渡った。両営業所は、 東横電鉄、そして東京急行電鉄になってからもそのまま維持、されるが、終戦前後に、国領線と東方線が休止となり、所管路線を失った世田谷営業所は廃止の上、淡島営業所に統合された。このため、八木商会や玉電以来の歴史を持っていた、世田谷営業所時代の経譜は淡島営業所に引き継がれており、従って、現在の鶴巻営業所は、 全くゼロからのスタートということができる。1946年、陸軍自動車学校跡地に東京農業大学が移転。東京第二陸軍病院は厚生省の手に渡り、国立世田谷病院として生まれ変わる。この両機関へのアクセスを確保するため、世田谷通りを走破する幹線だった東方線と国領線は、世田谷営業所を引き継いだ。 淡島営業所の手で再開される。その際に、東方撮影所と資金だった、小田急線成城学園前駅に乗り入れ、現在の成城線の形が出来上がった。1950年、小田急電鉄は、武蔵の乗り合い自動車を買収して、小田急バスを誕生させた。小田急バスは当初、三鷹市にあった三鷹営業所一箇所だけで営業していたが、 東京特部への本格的な進出を目指し、東京急行と交渉。同年11月に若林営業所を立ち上げ、国領線の共同運行を始めると、1951年、成城線でも共同運行を始めた。一方で、世田谷区の市街化が進むにつれて、区内を通る路線の新設が相次いだことを受け、淡島営業所一箇所だけでは需要を満たせなくなっていった。 隣の目黒区内にはすでに目黒、不動前の二つの営業所があったが、そちらも路線の増加で規模が追いつかなくなっていく。こうして東急は、世田谷区内に新たなバスの拠点を作る必要に迫られた。1956年、世田営業所が先に立ち上げられる。これに続く戦後二番目の増設営業所を開設すべく、東急は世田谷区鶴巻の現在地を取得。 1959年3月3日、鶴巻営業所が営業を開始した。なお開設と同時に、1957年に開通していた鶴巻循環線の松が丘小学校停留所を鶴巻営業所に改称している。開設にあたり、淡島営業所から、成城線、国領線、それに、東京都交通局と共管の共同線、世田営業所から、 戦後新設された学校線、鶴巻巡環線を、そして、不動前営業所からはやはり都営協管の駒沢線を移管され、営業を開始した。その後、上町線や千歳線などを新たに開通し、近隣営業所との路線調整を図りながら、世田谷区内を中心に路線拡充を進めた。1970年代から1980年代にかけては、 調布線の廃止、上町線の分割など長距離路線の整理縮小を進める一方、1984年3月16日に廃止となった駒沢営業所から東急高知自由が丘線、蘇師谷線を引き継いだ。1999年から2002年にかけて、東急トランセへの管理委託路線化や大橋営業所の廃止に伴う路線調整が行われた。 1999年10月16日、成城線が一旦大橋営業所に関された後、鶴巻営業所のトランセ全面委託に向けた準備が始まる。最初にトランセ委託化されたのは、蘇志ヶ谷線で2000年3月1日付で委託路線となった。同年3月16日に鶴巻線、5月1日に千歳線が委託化。 6月16日の学校船委託の際は、直営のまま残ることになった目黒駅乗り入れ系統が独立して、深沢線となり、目黒営業所へ移管されている。さらに8月1日に上町線が委託化、11月16日、成城線が大橋から再移管され、鶴巻へ戻るのと同時に委託化され、当営業所のトランスへ委託以降は、一応の完成を見た。 その後、大橋営業所の廃止を控えた2002年には3月16日に松井線が遺憾の上で委託化。同年5月16日に小山線が目黒から渋谷空港線が大橋からの遺憾時に委託化された。また、最後まで直営で残った深沢線も2007年に東営業所へ再移管されトランス委託路線となった。深夜バスは 松井線と同じ乗り場から出発渋谷駅から玉川通りと世田谷通りの中間に位置する鶴巻地区へ向かう。往復の経路が一部異なっている。かつては鶴巻循環と呼ばれ、1957年8月1日から渋谷駅、鶴巻営業所で両回りの循環運転をしていた。当初のルートは渋谷駅新町松が丘小学校鶴巻一丁目渋谷駅で、 ルートの南側は、新町伊東で玉川通りの旧道を走っていた。1960年から乗馬、駒止め、鶴巻通り経由となり、さらにその後、西大市道、世田谷消防署経由となった。これにより、渋谷駅乗馬駒止めから高天神橋、鶴巻営業所鶴巻一丁目駒止め、世田谷消防署西大市道渋谷駅という、循環線となり、外回りが渋霊後、 内回りが渋れ6となった。1984年3月15日、循環線は渋れ5、鶴巻線、渋れ6、小まとめ線に分割された。1987年9月1日に両線が統合され、渋れ5となった。これにより、小まとめ通りの間7通り異性の区間から路線が消滅した。1990年代に入り、 小窓目から三軒茶屋の上りルートが若林一丁目経由に変更されている。小窓目世田谷消防署間の小窓目通りの渋滞により定時運行が困難になったことが理由である。2013年現在、東急バスの渋を管した系統では最も若い系統番号となっている。渋谷駅から三軒茶屋経由で世田谷通り方面に 向かう路線のうち、東急が単独で運行する上気3系統からなる。渋21.23では深夜バスの運行を行っている。渋21は渋22.23の折り返し便とも見えるが、もともとはそれぞれ別路線であり、各系統とも路線の成り立ちが大きく異なる。この路線は鶴巻が担当する正常線も含めて、上町から三軒茶屋間で、 世田谷線と並行しているが、世田谷線が三軒者や泊まりで、渋谷へは乗り換えを強いられるために、この区間では、渋谷駅との間を乗り換えなしで結ぶバスの便が、欠かせない存在になっており、同時に、国士館大学、東京農業大学世田谷キャンパス、昭和女子大学、農大一高、駒大高校の学生が、渋谷駅へ直接出られる通学輸送の役割が、 宿命づけられている。また海上自衛隊上用が基地、陸上自衛隊用が駐屯地、JRA 馬事公園への通勤輸送を担う。渋21は、東急玉川線の廃止代替路線として、渋谷と西大指道上町の直通利用者に配慮して、設定されたもので、1969年5月11日の開通以来、玉川線尺跡地にできた大橋営業所が、 担当してきた。上町駅バス停は渋21独自のバス停で、上町駅前の一方通行路にある。以前は、上町バス停には停車していなかったが、現在は、渋谷駅業のみ、上町バス停にも停車している。渋23は1963年11月1日付で、渋谷駅から千歳船橋に向かう路線として、開通していた路線で、当時は、 千歳線と故障した。蘇師谷大倉駅付近はかつて道路が狭く、道路が拡張され、駅前にバスターミナルが完成するまでは、一つ手前の蘇師谷大倉で発着していた。同駅まで延長されたのは1993年5月16日のことである。渋21.23の両系統はもともとは別路線であり、渋谷駅の乗り場も異なりダイヤも、 別々に組まれていた。2002年9月16日の大橋営業所廃止に伴い、同年3月16日より、渋21が鶴巻に移管され、同時にトランスイタク路線になった際、際両系統の線名が部21で使われていた、松陰線に統一され、乗り場やダイヤも共通化された。渋22は、2018年4月1日付で運行開始。 上町線の廃止に伴い、旧上町線の洋岩駅北の経路を、松陰線の1系統に組み込み、渋谷駅、三軒茶屋と結んだものである。なお、渋谷駅三軒茶屋上町を経由する路線として、1974年8月までは、上記路線とは別に、都営バスとの共同運行で、東京駅を起点とする東84系統も、存在した。 出入庫の区間便として、桜小学校渋谷駅、上町洋賀駅、祖師谷大蔵駅、洋賀駅、祖師谷大蔵駅松が、岡工番前の各便がある。道玄坂を上る三軒茶屋経由で世田谷通りへ向かう幹線。世田谷区桜、桜が丘、上洋賀、木ぬた、大蔵の地域輸送、東京農業大学、国士館大学。 日本大学木沼田キャンパス、成城大学、東京都市大学附属中学、高校、目黒整備学園への通学輸送、国立生育医療研究センター、公立学校共済組合関東中央病院への病院輸送、NHK 放送技術研究所、国際放映本社への通勤輸送を担う。日中は、東急と小田急バスが交互に十五分間隔で運行し、 両者合わせて7分間隔となっている。1931年、世田谷通りのバスを最初に立ち上げた、世田谷乗り合いが、玉川電鉄に路線を引き継ぐ。その後、東横電鉄、大東急を経て、東方線として基礎が出来上がるが、国領線とともに、玉川電鉄以来の拠点だった世田谷営業所の主力路線的な存在だった。1944年に、 戦時休止となり、戦後は、世田谷営業所を引き継いだ、淡島営業所の手で復旧、運行していた。この頃、小田急バスは事業を開始したばかりで、三鷹周辺など支部を中心に運行していたが、23区内に営業基盤を設けるべく、東急と協議を行い、相互乗り入れを行うことになった。1951年8月28日、 小田急バスが、正常線に新規参入し、運行を開始するが、当初は、上町駅と渋谷駅の間が無停車の、急行という条件付きだった。同じ年の12月に、若林駅と西大市道への停車が認められ、やがて確定に切り替わった。なお小田急側の現担当拠点、狛江営業所ができたのは1960年で、それまでは若林営業所が担当していた。 1999年10月16日から1年間、大橋が担当していた。鶴巻担当に戻ったのは2000年11月16日で、同時にトランスへの委託路線となった。成城線は現在、東急で唯一道玄坂を経由し、渋谷駅付近の往復経路が異なっている。道玄坂で歩行者天国が実施される日と21時以降は、往復とも、 国道246号を経由するが、1994年以前は東急百貨店2階のターンテーブル乗り場を発着していた。成城学園前駅での発着は南口で行われていたが、同駅の地下下による駅前整備で新たに西口バスターミナルが設けられたことから2006年7月22日より、校舎場所が西口に変更された。 渋谷方面域の乗り場は従来通り南口のままで、ある。夜間に入庫便として、成城学園前駅末が、岡工番前の便がある。1999年9月1日に、鶴巻から目黒に関された際、学校線から独立して成立した。目黒通りにおける、都市新バスシステム、東急バス新交通システム導入、東急バス労働組合との協定により、 鶴巻のトランセイタク化の際に直営路線として残すため目黒へ移管された。なお、目黒への移管後も変わらず鶴巻営業所の構内で折り返していた。学校線は最盛期には渋谷目黒成城を結んでいたが、1970年9月1日に路線が事実上分割され、東側を東急百貨店桜新町が引き継いだ。その後、 鶴巻営業所へ延長された後、1984年2月16日付で、恵比寿駅起点に短縮、1986年4月3日から開始された目黒通りでの東急バス、新交通システムに対応すべく、大半の便が目黒駅起点の黒0 7となった。この時の恵比寿駅への運行は、出入孤児のみ鶴巻営業所から直通し、それ以外は、 恵比寿駅目黒駅の短距離区間を往復するという形になったが、1987年3月20日に廃止された。2007年3月16日、横浜市営バスの大規模再編に伴う、東急バス乗務員の移動により、黒07も鶴巻に再移管され、約7年半ぶりに鶴巻所管に戻り、同時に東急トランセに管理委託された。 途中の日体大桜新町一丁目には一方、通行路があるため、往復で経路が異なっている。この区間は、戦前に、東京新宅により開発された新町住宅地で、近隣に比較して高層な邸宅が集まり、沿道には桜並木が植えられ満開時には、桜のトンネルになる。1933年の多摩田園鮮明書図に、桜トンネルと記されている。 桜新町駅周辺で桜祭りが行われる際は、駅前の通行ができないため、迂回を行っている。桜新町駅都立大学駅間は、2021年3月31日、限りで運行を終了した都立01と重複しているのもあり、都立01の廃止後、代替としてカバーする形になる。深沢高校周辺は春になると、 桜のトンネルになる2021年3月31日をもって取立連市の都立大学駅北口、成城学園前駅の便は廃止されたが、その出入庫便であった営業所と都立大学駅を結ぶ路線が平日の朝に3本ほど運行されることで、学校線としては残ることとなった。鶴巻営業所成城学園前駅の間は、 洋外駅で分断する形で土曜に一便のみ、運行される免許維持路線となり、鶴巻営業所側が、鶴巻営業所担当で残された。成城学園前駅側は、世帯営業所が担当している。当11の源流は、不動前営業所が担当していた、山手線の丹大駅ととどろきをお回りで結ぶ、大橋線という路線である。大橋線は、 都取き創車所から世田谷通りに出るまでが現在と同一で、世田谷通りを現在とは反対に右折、松井線や成城線と同じルートで、大橋まで行き右折、目黒営業所の品川線と同じく山手通りを南下して、五反田駅に達するというルートで、あと2四42という系統番号がつくが、百七十四年五月十九日、限りで廃止となり、後継路線として、 蘇シ線が誕生した。当初は大橋が担当していたが、1981年6月23日の路線再編成で駒沢営業所へ移管され、1984年の駒沢閉鎖時に鶴巻へ移管。以来30年以上にわたり鶴巻が担当する。1993年5月16日にソシ大倉駅バスターミナルが新設され、 渋 23, 恵32が、同駅バスターミナルまで延伸されたが、東11だけは、同駅バスターミナル完成後も、蘇師ヶ谷折り返し所発着となっていた。そして、2010年3月1日で、蘇師ヶ谷折り返し所が廃止され、東11も、蘇師ヶ谷大倉駅まで延伸され、同駅バスターミナルが完成してから約17年目に、 用01と発着停留所を統合する形となった。同時に時刻も変更され、最終便の繰り上げを含む減便となった。一方の東13は2015年8月3日から2016年1月29日までの5ヶ月ほどの実証実験を経て、2017年1月27日に本格運行となった。実証運行路線中は平日のみ運行されていたが、 本格運行時より毎日運行となり、祖師ヶ谷線の一部となった。東急バスとしては、東13が初の梅ヶ丘駅乗り入れとなる。2017年4月1日より、取木奏車処方向のみで、梅ヶ丘一丁目停留所が新設された。2019年4月1日より、東13のみ、駒沢鶴巻一丁目間の経路が変更され、 駒沢大学駅を通る経路に変更された。両系統とも、世田谷ボロ市開催時には、駒沢公園通りの世田谷駅前交差点鶴巻一丁目交差点間が、通行止めとなるため、世田谷駅前交差点高天神橋交差点間で、世田谷通り、駒中通り、鶴巻通りを迂回し、通行止め区間にある、鶴巻一丁目バス停は駒中通り上に移設される。 以前は、日曜、祝日に、同じ区間で歩行者天国が行われていたため、定期的に迂回運行が行われていた。2021年3月31日限りで、当十1は、蘇師ヶ谷大倉駅を発着する便は廃止され、踊り基礎車所桜小学校間の区間運行も、早朝と夜間のみの出入頃線となった。なお、当十2系統は、世帯営業所での運行となっている。 五反田駅から、武蔵小山、学芸大学、乗馬を経て、世田谷区民会館へ向かう。1950年代に、五反田駅武蔵小山の路線として開設され、その後道路の整備に伴い1960年代末に、世田谷区民会館へ延伸された。渋滞が発生しやすいことや学芸大学駅前の、橋路など、運行条件が良好でない部分もあるが、 路線の南半分は独自の運行区間である。かつては、経路近傍にある目黒が担当していたが、2002年5月16日で、鶴巻二貫、東急トランセ管理委託路線になった。同時に、出入り便として、鶴巻営業所発着便が設定された。なお、世田谷区民会館の折り返し所には誘導員が配置されているが、 他社委託ではなく東急トランス社員が担当している。2009年11月1日より、武蔵小山駅、バスロータリー乗り入れを開始した。2019年12月1日より、日中に限り学芸大学駅で分岐して、駒沢通りに入り、東京医療センターへ向かう、半12系統が新設された。このため日中の半11系統は60から70分間隔と、 減便された。車両は基本的に中型車が重当されているが、近年は中型ロング車や大型車での運用も増えている。1967年6月25日、と A バスとの相互乗り入れにより大森総社所、大田橋から東公園寺駅新宿駅を結ぶ路線として開通。1984年2月16日に路線分断、短縮され、 森91となった。当初は、駒沢営業所が担当し、大橋営業所、下馬営業所を経て、2014年6月1日付で、鶴巻に移管されてきた。路線名の通り、経路の大部分を占める馬込銀座から新大体駅、前の間は、館7通りを走り、池上営業所の上池上循環線と共に、沿道にある、立交本社事業所への通勤輸送を担う。 また JR 京浜東北線と、都営浅草線、東急池上線、東急目黒線、東急田園都市線、京王井の頭線を結ぶ、鉄道を短絡輸送、大田区から、駒沢大学、国士館大学、東京医療保健大学東が丘看護学部、時は松学園、高蘭女学校などへの通学輸送、国立病院機構東京医療センター。 昭和大学病院などへの病院輸送も重要な役割である。新大田駅北では、都営バスの宿91系統へ乗り継ぐ乗客の便宜を図るため、同じ91の番号をつけている。都営バスは新大田駅前から南、駒沢陸橋まで運行することでこの区間で重複していたが、2013年4月から新大田駅前発着に短縮されたことで完全に、 分断される形となった。遺憾にあたって、2014年4月1日付で、出入小便の管7通りから外れる区間を改装とする、ダイヤ改正を行った。乗務員交代は小窓目で行い、鶴巻営業所までは、距離があるため、営業所の自転車で移動する。主に、中型ロング車が運用に当てられている、2021年4月1日のダイヤ改正をもって、 シ部55が東北沢駅へ短縮されたため、東急バスの路線としては小田急線を越えて、京王線の駅へと最も北へ向かう路線となった。戦前は、目黒営業所の前身となる、目黒自動車運輸が、品川駅目黒駅有天寺駅に路線を持っていた。このうち、目黒駅と品川駅の間は、陸上交通事業調整法による、 営業地域調整の結果、1942年2月1日付で、東京市電機局に引き渡され、現在の都営バス品93系統となる。戦後、東急電鉄になってからも黒駅、有天寺駅間を復活させる際に、東京学芸大学附属高校や獣医学校をつなぐ形で三軒茶山で延長したもの。開通日は、 世田谷区市によると1950年3月1日である。日大三県、茶屋キャンパス、明治薬科大学、昭和女子大学、東京学芸大学附属高校、玉台目黒中高への通学輸送と、目黒区中町、中央町、五本目、世田谷区下馬、三県茶屋の地域輸送を一貫して担い続けている。三県、茶屋付近は循環区間となっている。 三県、茶屋駅では時間調整が行われるため、実質的な終点となっているが、目黒駅側から三県、茶屋駅を越えて三県茶屋、中里、明治薬科大学まで乗車することも可能。旧目黒自動車運輸以来70年以上にわたって、目黒営業所が担当してきたが、2002年7月16日に、ゲバに移り、トランスエイタクロ線となった。ゲバ営業所への出入庫のため、 目黒駅側からは5本目1丁目発着、3軒、茶屋側からは、有天寺駅、5本目2丁目発着があった。その後、2014年9月1日のダイヤ改正で、下馬から鶴巻に移管された。出港便は、明治薬科大学、有天寺駅、5本目2丁目始発が運行される。有天寺発は、駒沢通り、経由、5本目2丁目始発は、 三宿通り経由で営業所から改装される。入庫便は3軒茶屋駅、目黒中央中学校行の便が運行される。停留所の時刻表には3軒茶屋駅止まりは3軒茶屋駅の先にある3軒茶屋、中里、明治薬科大学には行かない旨が記載されている。目黒中央中学校行は本停留所が駒沢通りの手前にあるため到着後は 駒沢通り経由で営業所まで改装される。開通後、現在に至るまでに区間において経路変更を行っている。一つは、有天寺裏有天寺駅のショートカットが、目黒区役所経由となったこと、もう一つは、三軒、茶屋駅付近において、住宅前経由が、中里経由の循環線になったことである。なお、日大生物資源科学部は2001年に、 神奈川県藤沢市へ全面移転したため、途中の日大生物資源科学部前停留所は単に日大前と変更され現在に至っている。2013年8月30日に分かれ1、系統として新規開設した路線。当初はゲバの担当だったが、2014年9月1日付で、鶴巻に移管。さらに2015年12月1日付で、 淡島営業所の若林選支部52系統と統合の上、渋谷駅を経由するように改定した。この結果、支部52系統としては1984年3月16日に淡島へ移管されて、以来31年ぶりに鶴巻へ復帰する形となった。また、平日2本と休日1本は渋谷駅始発が設定されている。平日、土曜、 休日とも日中のみ、おおむね30分間隔の1日17本が、運転される。大田中筋青葉台4丁目間は支部51と、同一経路だが、道元坂上は袋のみ停車となり、往路は旧山手通り、小東2丁目交差点を経由し、東急百貨店本店前に停車する。東急百貨店本店前停留所は和島。 営業所の支部61系統が2002年に京王バス単独となって以来11年ぶりに東急バスの路線が復活する形となった渋谷駅付近の交通規制時には迂回ルートで運行され渋谷駅道玄坂上は経由しない迂回ルートは東急百貨店本店前を出て左折し一周する形で小東二丁目方面にへ戻り 小東二丁目交差点を左折し、旧山手通りを経由して、青葉台四丁目から、正規ルートに復帰する。なお明れ一時代は、東急百貨店本店の店内放送アナウンサーが、車内アナウンスを担当していたが、現在は、従来の車内アナウンスとなっている。1947年、中野部署間の雪が、谷線や目黒の自由が丘線と並ぶ東急バス発の、 都営共感路線としてスタートした路線で、都営では101系統と呼称した。当初は、不動前営業所が担当し、会所と同時に、鶴巻へ移管。さらに1964年駒沢営業所開所時に、駒沢へ移管された。その後、恵比寿駅での分断など幾多の変遷を経て、1981年6月23日の、 中野営業所閉鎖に伴う路線再編成で廃止された。1947年6月25日、東急発の都営共感路線の一つ、103、系統として設定された。都営側の記録によると、当初は三軒茶屋から先も玉川通り経由で、駒沢折り返しだった時期があるが、1949年までに変更となり、共同駅が終点となった。 東急側は当時、世田谷区内の拠点が、淡島営業所一箇所しかなかったことから淡島が担当し、東営業所開設と同時に移管された。1974年8月26日付で、渋谷駅を境に分割され、都営が東京駅渋谷駅間の東84系統、東急は渋谷駅共同駅間の渋二22系統となり、同時に大橋営業所へ移管。 その後、路線のほとんどが渋21と重複し、非効率になったとして、駒沢営業所閉鎖を目前に控えた、路線再編成の際、1984年2月15日、限りで廃止された。一方、都営バス側も東京駅と渋谷駅の間で運行を、続けたが、乗客が並行する、営団地下鉄銀座線に流れ、交通局、 第2次再建計画による整理対象となり1977年12月15日、限りで廃止となった。1967年、首都高速道路3号渋谷線を使った都心と郊外を結ぶ新しい通勤手段として、都営バス主導で企画され立ち上げ、東急からは駒沢、瀬田両営業所と並んで、東営業所も参加し、 2社4営業所による共管となった。これほどの大規模な共管は、東急バス市場後にも先にも類例がない。1977年、東急新玉川線が開業したことをきっかけに、乗客が鉄道へと流れ、交通局の第二次再建計画による追加の路線再編成で運行取りやめが決まる。そして、1979年11月22日、 限りで廃止された。十25.26は、世田谷通りを経由し、狛江駅、調布駅に至っていた路線である。戦前の路線をベースとして、1950年に、国領駅東方前を、国領線として復旧したのがこの路線の始まりで、もともと、狛江や国領は、玉川電気鉄道以前の路線をルーツとする東急の独自エリアであったが、間もなく、 特部方面への路線を開拓していた小田急バスとの共同運行となり、さらに渋谷駅へと段階的に延伸された。1965年頃に終点を国領から調布駅南口に付け替えて抜本的な見直しを行ったが、1977年3月30日限りで東急が撤退、共同運行は解消となった。その後、 小田急バスは1999年に、渋25を廃止したものの、渋26の運行は続けている。2013年8月逃げ場営業所の担当で、新設、その後2014年9月1日付で、鶴巻営業所に移管。当初は淡島営業所の若林選0部51、系統と同じく、若林折り返し所を奇襲点とし、 経路の都合上渋谷駅前を通過はするが停車しないという特殊な運行をした。2015年12月1日付で若林選手支部52系統と統合、渋谷駅にも停車するようになる。内はデマンド区間。1984年3月16日の駒沢廃止時に蘇師ヶ谷線と共に移管された。駒沢は旧営業所の跡地に設けられた。 駒沢折り返し所で折り返していたが、駒沢発は、多系統の駒沢折り返し所停留所と別に、設けられた専用の停留所から出発していた。1999年に、世帯遺憾。東京都大田区の田園町府駅から、区本津駅、洋賀駅、農大前を経由して、世田谷区民会館を結ぶ路線である。1959年9月1日付で、 田園調布駅世田谷区民会館が開通し、最盛期には淡島営業所の若林線とつながる形で渋谷駅に至っていたが、1973年に世田谷区民会館を境に分割され、渋谷側は支部52系統となった。区民会館線は1984年2月の駒沢営業所閉鎖に伴う路線再編成で、並行していた若林線と統合。 淡島営業所へ移管されるが、2015年12月に、分かれ HK 党と統合し、31年ぶりに、鶴巻へ復帰した。1994年1月17日、洋ー駅、バスターミナルへ乗り入れ開始。鉄道での移動が困難な地区を効率よく、結ぶため区間ごとの利用客が多く、日中は1時間に2から3本で運行されてきたが、渋谷駅、3軒。 茶屋駅を通らない系統だったため、2000年代以降は、利用が低迷した。2017年5月1日付けダイヤ改正にて、終日にわたり、減便され、平日日中は40から45分ごとになった。土曜、休日ダイヤでは、約半数を、洋画駅北の区間便に変更し、洋画駅南は65の70分間隔と、間延びするダイヤとなった。 その後も利用源が続き、加えて当13系統の定期運行化という事情もあり、2018年3月31日限りで当時運行を廃止した。洋賀駅北については、松井線に新設された支部22系統に変更され、渋谷駅三軒、茶屋駅を通る経路にリニューアル。中町五丁目電園調布駅間は、高知自由が丘線で使用する、 中型車で休日一本のみ運行とするため、世田営業所へ移管された。営業所付近の出入庫便として、上町田園調布方面、田園調布駅松が、岡交番、桜小学校世田谷区民会館が運行されており、桜小学校世田谷区民会館は、小山線の出庫も兼ねていたが、いずれも園礼に系統の廃止とともに、運行終了している。 1930年代の東横乗り合いから続いていた都内東急バスの中では歴史ある営業区間の一つだった。1984年の駒沢営業所廃止に伴う路線再編成の際、恵比寿駅と目黒駅の間は黒07系統から切り離されて短距離の折り返し系統となり、主に総合病院構成中央病院への病院輸送を担った。しかし、 沿線の目黒区見た渋谷区恵比寿南には目黒営業所の不動線も走っているため住民の利用があまりなく1987年3月19日限りで廃止その後厚生中央病院は改築を行い大規模病院となったもののバスは2021年現在まで再開されていない1956年9月20日に 恵比寿駅目黒駅都立大学駅桜新町で開通し、学校名を付した停留所が多かったことから、学校線と命名された。廃止直前でも、日体大本部、世田谷キャンパス、都立桜治虫館、都立深沢高校、聖度ミニ子学園、三田国際学園、駒台高校などの教育機関と、東急田園都市線、 小田急線を結ぶ通学輸送の役割が重かった。その後、路線は、恵比寿駅から、東横百貨店へ延長され、さらに東横百貨店木沼公園緑地の開通、成城学園前駅への延長と拡張を続けた。しかし、渋谷から目黒通りを経由する、大幅な迂回ルートで、成城に至るという長距離路線であったことから、全線投資需要は少なく、 1970年9月1日付で、成城学園前駅発着便は、目黒駅起点に短縮された。この時、東急百貨店桜新町便は存続したが、幾度かの経路変更を経て、黒07となり、1999年9月1日に、目黒へ移管し深沢線として独立した。一方の目黒駅成城学園前駅便は1994年に、 都立大学駅北口起点に短縮され、現行の都立01となった。なお、ヤクから先はループで、実質循環運転となっており、ヤク都立大学附属高校前、目黒区民キャンパス、都立大学駅北口、中根町ヤク高校ヤクの順に停車。都立大学駅をまたいでの乗車も可能である。入出小便のみ、鶴巻営業所系統が両方面に運転されていた。 路線維持の努力を行っていたが依然厳しい状況にあり、加えて、世田谷区洋賀地区から、生育医療研究センターや成城学園前駅へは、世田営業所の世田谷線、また、岡本地区の地域輸送は同じく、世田の美術館線が並行して走ることから大体、可能と、判断、2021年3月31日、限りで運行を終了した。 岡本山頂名以北については、美術館線、玉31系統を、生育医療研究センターから、成城学園前駅まで延伸してカバーする。桜新町駅と洋賀駅の間については、免許維持路線として週1便が残る。なお、都立01系統の廃止による玉31系統、及び、深沢線の改正も2021年4月1日に、 実施されている。1974年5月20日付で新設。末期は、全日通して、朝方の運行が主体であり、平日は、祖師ヶ谷大倉千歳船橋間の道路混雑で30分以上遅延することもあった。このため、農大前を曲がらずに、梅ヶ丘駅へ向かう、当13系統の実証運行が行われ、路線をそちらにシフトさせる形で、 2021年3月31日、限りで廃止。平日の夕方に1便のみ、渋23で蘇志谷大倉駅発の松が、岡交番前駅で入庫していた。2000年7月19日に、東京空港交通、京浜急行電鉄との共同運行で、渋谷羽田空港が開通すると、翌年には、セルリアンタワー経由に経路変更する。 大橋営業所が廃止される直前の2001年5月16日付で東急トランセ管理委託の上、鶴巻の管轄となる2003年にはパートナーの京急電鉄がバス部門を分離これ以降は子会社の京浜急行バスが担当する2009年4月24日二子玉川駅羽田空港が開業空港線ではこの路線のみパスもスイカを導入する 2012年4月16日、京急担当便が両路線とも、横浜市神奈川区に新設された、新小安営業所に移管される。2014年9月1日のダイヤ改正で、鶴巻営業所から、下馬営業所へ移管された。いずれも、首都高速3号渋谷線、首都高速都心環状線、首都高速湾岸線を経由する。ただし、高速道路の渋滞が激しい時は、 一般道経由となる。車両は、補助席付き60人乗りで、営業所と更新できるように、無線機を装備している。いすず自動車、UD トラックス、日野自動車、三菱不装の4メーカーを配置。一般路線車のうち大型車は、松井線と成城線、中型ロング車は、鶴巻線と学校線、上町線、環奈線、中型車は、祖師ヶ谷線、 小山線、三軒茶屋線、若林百貨店循環線などをそれぞれ中心に使用される。鶴巻営業所では、椅子図と日産ディーゼル、UD トラックスを中心に、日野、三菱不走の一般路線車が在籍する。中型ロング車が他の営業所より多く在籍しており、2020年10月現在も JP、MK、HR と3メーカー揃っており、 中でも HR は東急バスとして最後の2台となっている。イスズ社はエルガとエルガミオが在籍しており、都内のトランセ管理委託営業所として唯一イスズ社が存在する営業所であったため、イスズ製 V8 エンジン社が所属していた。2013年からは東急バスでは初のイスズエルガハイブリッドも1台導入されている。日野社では 大橋営業所から転属してきた2ステップ車のブルーリボンが所属していた時期もあったが、現在はブルーリボン、ブルーリボンハイブリッド、ブルーリボンシティハイブリッド、PK 台のレインボー HR、レインボー KR290J2K、木黒から転属してきたブルーリボンにキロボルト 234K が在籍している。中でも二0 1年度に新車で導入された。 ブルーリボンシティハイブリッドの T1139 は、東急バス創立20周年を記念した、2代目、一般路線車色となっている。このほか渋谷空港線、二子玉川空港線用のセレガールが、新羽営業所から転入していたが、後に、路線ごとゲバ営業所に移籍している。三菱不送車は、2014年6月の関連線の、いかんじにゲバ営業所から、 エアロミディ MK とエアロスター S が在籍している。東急トランセ管理委託化後に、三菱不走、エアロスター M の T1487 が1台だけ、ゲバから転属され配置されていた時期もあったが、日産ディーセル JP の PDG 台が、不走製エンジンとなるものに備えた、全焼配置であり、長らく、渋谷空港線、二子玉川空港線用の高速バスのみの配置だった。 一般路線車は2014年1月にエアロスターノンステップ車の T480 が新羽営業所から転入したが、わずか1ヶ月で世帯営業所へ転出した。日産ディーゼル UD トラックス車としては、スペースランナー RA、スペースランナー JP、スペースランナー RM が在籍しているが、現在 UD トラックスとしてバスの製造を終了しているため、 ジェイバス社の比率が高くなっている。2014年11月17日からは、世田谷ナンバーの使用開始に伴い、新車と転入車は、世田谷ナンバーで登録されており、2014年度、第2期2015年度導入のエルガ及びエルガミオが、世田谷ナンバーとなっている。ありがとうございます。